はい、ということで、今日はですね、何の話かっていうリクエストがありました。もしも車屋じゃなかったらっていうテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ私が車屋さんになろうと思ったきっかけっていうのはもう何度も話してますけど、まあ、元を正せば、バイクの解体屋さんでアルバイトをした、まあ、これはきっかけで、まあ、バイクの免許すら持ってなかったし、バイクなんかどうでもよくて、バイクなんか全く興味がなかったんだけど、ただ単にお金のためだけになんかバイトしたいなって、実はあのバイト募集してるよって言われて、車屋さんになる前はバイクのまず解体からスタートしたんですね。でその時に工具を使うのはもともと自転車は結構工具使って自転車は改造してたんで、まあ、あの工具使うのは好きだったんですけど、まあ、バイクもね工具使うのはすごい多くて、まあ本当に楽しかったんですね。その楽しいところからバイクに興味がなかったけど、今度バイクいじり出したらメンテナンスはもちろんね、あの大したバイクなんて簡単なんであれですけど、そっから今度、チューニングするようになってね、バイク改造するようになって、どんだけスピードが出るかとかそんなのやるようになって、で、まあ、それをバイクだんだんエンジンバラしてなんかしてたら、それからですね、なんかバイクもうなんかもうバラしてやることなくなっちゃったなみたいな状態になった時に、まあ先輩からですね、まあ、車というものの整備やなっつって、車についてちょっといろいろ教えてもらったんですね。そしたら、その車というものの専門学校があるんだぞと。で、あ、そうなんだ、専門学校があるんだっつって、じゃあその専門学校に行っても学びたいっていうところから始まって、まあ、バイクから車屋になったんですけど、その前はじゃあどうだったのかってね、解体屋さんでバイトする前はどうだったのかっていうとですね、もうみんながね就職活動してたんですよ。で私ずっとバイトもそうだけど、部活ずっと部活に夢中になってずっと部活やってたんですけど、まあ正直ね、まあ、機械体操やってたんですね。体操部だったんですけど、機械体操やってたけど、やっぱりね、もう自分の才能がね、そんなにあるわけじゃないから、ちょっとね、好きでやってたけど、そんなに自分が、じゃあその道で生きていけるのかっていうか、その道で、仕事をするのはどうかなっていうのは思ってたんで、大学に行って、でオリンピック目指すとかっていうのはもう自分の技量の限界っていうのが大体分かってきてたんで、その道には行きたかったけど、逆に僕はそこの道を目指さなかったんですよ。でもちろん車屋になるなんていうね想像もしてなかったけど、まあそうあれはでも高校3年生の時だったかな、2年生だったかな、まあ、そのくらいの頃からね、仕事をなんか進路とかね、決めなきゃいけなかったじゃないですか。あの学校というくだらないって言うとあれだけど、学校の先生が見てたら本当にごめんなさい。そういうところからすると、学校なんてものはもう 今の自分からしたらね、もう本当にくだらないなと思うんだけど、なんで進路を決めなきゃいけないのっていう、まあ進路を決めないでアルバイトしていろんなアルバイトしながら仕事というもののこう経験値を積んでね、でいろんな体験をしてで、あ、この仕事面白いなと思ったものを続ければいいし、続けててやっぱりなんか違うなと思ったら他の仕事に行ったっていいと思うけど、当時の自分からは何も見つけられず、アルバイトしててもなんかつまんねえなーって。でもファミレスでアルバイトしてた時は本当に楽しかったし、でも楽しかったっちゃ楽しかったけど、じゃあそのファミレスで一生働く方絶対嫌だと思う、絶対嫌だと思ってたんですね。でも、まあ、何かをしなきゃなと。でうちの母はね、まあ、僕が手先が器用だからなんか歯科技講師にでもなったらいいんじゃないかみたいなのを言ってたんだけど、僕は歯が好きとかね、人の歯並び見てすげえなーとか思わないんで、あの歯の前歯のあの角度がすげえな、かっこいいなとか全然思わない。そんな全く人間の
歯に興味がないから歯科技工士なんかになってた日には多分お金は稼いでたかもしれないけど、それも違うなと全くときめかなかった。でも何がしたいか何がしたいかっていうのはずっと多分、もしね車の業界に行くって決めてなかったら何をしてたのかなと思うと、多分ですよ、何かスポーツ関係のもの、何かしらスポーツ、まあ僕ずっとね、ずっと小さい頃から本当に運動音痴で、もうまあ今はね、学校という仕組みそのものに問題があることが分かってるから、まあもう今そうは思わないけど、当時の自分はね全然分からずに早生まれだったんで、まあその早生まれだからっていうこともね、また気がつかずに、全然知らずにずっとその学校というその他人と比べるっていうね、比較して点数をつけられるっていうことにずっとやられてきたんで、まあ自信がとにかくなかったんだけど、その体操をやった時には、機械体操をやった時には、僕の周りにはねもうバク転ができるやつは何人もいたんですけど、僕はその体操部でそのバク転ができるような運動神経がいいやつらをこう次々と抜いていったわけですよ。で次々と僕の方ができるようになっていって、次々となんかやればできるようになっていったんで、なんか自分って運動音痴だと思ってたけど、球技に関してとかその点数をつけられることに関してとか、人と比べるっていうことに関してはなんかこう納得がいかないというかね、もうそれで自分はもうダメなんだ、運動音痴なんだと思ってたけど、体操をやった時からですね、突然なんか、もしかしてなんかこういう道が何かあるんじゃないかなって、ちょっとふとね、なんか才能があるっては思わないけど、何かその道に行けたらいいなみたいなのはあったんで、もし車屋になってなかったら、まずねなんかスポーツ関係の施設で働くとか、なんか何かその道のトレーナーを目指すとかね、なんかまあ結局日本人ってのはなんか資格を取ってとかっていうのがあるけど、まあそれは一つのきっかけとしてはまあねあってもいいのかなとは思うんですけどね。でもまあ資格を取らなきゃいけないとかになってくると、また勉強ができなかったりするとね、まあ興味があれば何でも覚えられるけど、でもどうかなとは思うんですよね。その道に本当に行ってたのかなって想像がつかない。ちょっと今ビール飲んでの忘れてたけど、その前にね、なんか虫がいるんですよ、虫が。ちょっと虫がいるから、その虫撤去していきます。なんでこんなところに虫がいるんだろうな。なんでなのこれ。本当に勘弁して、もう虫殺すのとか嫌なんだよね。よいしょ、はい、撤去完了。いやなんでこんなとこに虫がいるの。虫ったってまあいいやごめんなさい。でちょっととりあえずビールを飲みながら、で、もしも車屋じゃなかったとしたら、おそらく僕の性格からするとなんか仕事を転々としてたなっていうのは想像がつきます。アルバイトがそうだったんですよ。アルバイトがね、まあ長続きしたアルバイトは、ファミレスが2年ぐらいやりましたね。あと溶接のアルバイトも2年ぐらいやったかな。溶接はでも1年ぐらいか。
そんなもんなんですよ。そんなもん、長続きしないなって自分はなんか長く続けるの苦手なんだなっていう、飽きっぽいんだなっていうふうに思ってたんで、これは多分転々としながらも何かを探して、若いうちは特になんか新しい仕事を転々としながらも何かを探す旅というかね。でもどうですかね、なんか当時の自分とか当時の時代からするとなんか今よりもっとちゃんとしなきゃいけないっていう感じなのかな、今もな。それがね、なんか空想でしか、だって逆、僕は話をするときに、なんでこう話がずっとできるのか、なんでこうテーマを与えられたら何でもこう喋れるのかっていうと、体験談でしか喋れないから、体験談を喋るのはいくらでも言えるんですけど、体験してない過去のことに遡って、じゃあ自分が車じゃなかったらって言ったら、今を基準に想像したら、今だったら例えば今の自分が若くなって、でそのまんま今の自分が当時の自分にパッと朝目が覚めたらね、車屋になっていない自分に戻って、で車屋にだけはなってはいけないっていう風になったとしたらですよ、今の自分だったとしたらまず何をするかっていうと、やっぱりね、とにかくアルバイトします。アルバイトして自分の職業とかやることを絶対に決めない、俺はこれをやるんだとか決めない、とにかく興味を持ったらそこで仕事をしてみる。で当然教えてくれる人たちの時間を奪うわけなんで、絶対それを返すまでは一生懸命働く。で一生懸命働いて一生懸命働いても、周りの人たちにもうその教えてくれた恩を返すところまで、その会社に尽くすところまではやるけれど、じゃあそれをじゃあ一生続けるのかって言ったら、別に一生続けるわけではなく、アルバイトとしてね、給料もそんなにいらないっつって、今の自分の考えのままもし戻ったとしたら、本当に体験を増やしたいですね、体験を。でアルバイトの数を増やすっていうのもそうなんですけど、今そうだな、トランポリンの施設で働きたいね。トランポリンの施設でね、とにかく働いて、暇な時間は自分も飛ぶみたいなね、練習するとかっていうのをやりたいし、まあそのお客さんと一緒に、一緒に練習するとかね、そんなのもやりたいなと思うけど、もうお金の問題ではなく、お金で選んでしまうと選択肢がね、本当に自分がやりたいものではなくなっちゃうんで、多分お金では選ばないかなと思いますね。だからお金で選んだ人は多分辛いんじゃないかなと思いますよ。もう本当にお金で選んだ人は大変だと思う。だってやりたくないことやらなきゃいけないし、何をするにもお金がもらえんだったらやりますけどっていう答えがしか出てこないじゃないですか。例えば僕はいつもこの人はお金のためだけにやってるのかなっていうふうに判断するのは、やっぱりその時間内は目いっぱいやるけど、時間以外は働かないというかね。これサラリーマンみんなそうですけどね。でも僕はそういう働き方をするのがあまり好きじゃないんで、やっぱり一生懸命何でも一生懸命やるのが好きだし、やるんだったら自分が関わった仕事はその成果を上げるところとか、お客さんに絶対喜んでもらわないと、もう僕も絶対それだけはもう嫌なんで、何が何でもお客さんに喜んでもらうっていう結果を残すっていうところに、いつも何でもそうですよね。本当にファミレスにいた時もね、とにかく当時今ね、ドリンクバーって言うんですけどね、当時はコーヒーをね、おかわりを持っていくのがね、コーヒーのおかわりをね、こうただですよ、無料で
もうコーヒー一杯頼んだらもうおかわり無料なんですけどね、そのコーヒーのおかわりを絶対お客さんからね、もう呼ばれる前にお客さんの方をずっとこう見ながらね、今呼びそうだなっていうタイミングで、ちょうどいいタイミングでコーヒーを持っていくみたいなのとかもね、もう喜んでやってましたよ。うん、で、あの、なんか注文受けて、あの注文を受けてなんか料理を運ぶじゃないですか。で、手ぶらで帰っていくっていうのが僕信じられなくて、料理を運んだ帰りに歩いて戻るわけじゃないですか。そのまた次の料理を取りにね。で、その間手ぶらで帰るってこれどういうことなのって本当不思議に思うんですよ。だってその歩いて帰る戻るまでの間にそのお客さんが食べ終わったもの、食べ終わったお皿とかこちらお下げしてよろしいですかってこう下げてあげたら、そのお客さんはそのスペース、食べ終わったその汚い皿とかが空いて綺麗なスペースが出るわけじゃないですか。でもそれをやってると今度あのじゃあちょっといいっつってなんか追加で注文くれたりするんですけど、もう一切近づかなければやっぱりこっちからねアクションしないと、こうすいませんってでっかい声で呼ぶのとかね、ピンポーンって押すのとかがあんまりできない人って結構いるんですよ。苦手な人がいて、なんか忙しそうだからピンポン押したら悪いなとかっていう人は、それ追加の注文してくれないんですよ。でもお皿下げに行ってると注文してくれるんですよね。でそんな風にして、でも効率いいんですよ、手ぶらで帰らないっていうのは。もう常に手ぶらで帰らないでいくと、で自分が片付ける時も楽なんだけど、僕は自分がファミレスで働いてたから、ファミレスで働いてる人たちのことがすごい気になるんですけど、もうそういうのって仕事を通じてなんだろう、学ばないのかなって思うけど、意外と学ばないんだなって。なんでかっつったら、指示命令通りにはやるけど、指示命令がなかったらお客さんを喜ばせるとかっていうのもやらないんですよ。これやらされ仕事っていうでやつですけど、やらされ仕事でやってる人は、あ、お金くれるんですかつって、あ、お客さん喜ばせて、お客さんがお金使ってくれたんだったら、じゃあ僕の給料も上がるんですかみたいな、すぐお金の話をする、やらされ仕事の人って。でも そのやらされ仕事の人の働き方って、まあ一生その考えでやると、まあ要は見返りを求めないってしか働かないというか、そんな仕事なんだから当たり前じゃないかってよく言う人いるんですよ。それ仕事なんだから当たり前じゃんって言うんだけど、でもお給料上げる側の立場の人、自分が上げる側の立場になった時に、そんなやつに給料上げたいとは思わない。むしろやめてくれたらいいのになって思ってると思う、多分。そんなやつは、あいつは本当金でしか動かねえみたいな、お前、もうちょっとお前朝早く来いよって言ったら、あ、じゃあ、 残業つくんですかみたいなね。でもそんなやつ本当にいらない。うん、だけどやらされ仕事じゃなくて、同じ仕事をね、同じ仕事を頼んでるのに任され仕事っていう感覚で働く人っているわけですよ。あ、自分を信用してこの人は任せてくれた、全く同じ仕事ですよ。片ややらされ仕事の人は言われた通りに言われたことだけをやる。任され仕事の人は任せてくれたんだったら、その信用をまず裏切らないようにちゃんとやろう。だけどどうせやるんだったら、その人は次に頼みたくなるぐらいものすごい速度で終わらせようとか、ものすごい丁寧にやろうとか、もう言ってくれた何倍もその人の想像以上の結果で返そうっていう風にやる人、これ任され仕事で働く人はそのタイプなんですけど、やらされ仕事のタイプの人っていうのは、もうとにかくもう、まあまあ文句しか言わない、文句とできない理由でひたすらもう それで全てがこう一日中そのことで終わるというかね、今日よ俺もこんな忙しいのにこんなのやらされてって、もうやらされ仕事だからやらされてよみたいな。でも多分自分は無意識に学んだのかどうか知らないけど、なんかいつも子供の頃からうちの母親がなんか
なんか知らないけど、いろいろ頼んでくるんですよ。いろいろ頼んでくるんですよ。なんかちょっとこれやってとか、これ持っててとか。なんかいつも頼んでくるんですけど、うちのね、兄にはね、そんなにそういえば頼むことないなと思って。で、うちの兄にね、頼めばいいじゃんよって言ってもね、いや、なんかね、あんたの方が頼みやすいからって言って、僕はずっとそういう風にして、なんか頼まれることが非常に多く、子供の頃からですね。なんか頼まれること多いなって、まあ、頼まれたら頼まれただけ一生懸命やって、なんか、やったら、子供の頃ね、お小遣いもらったりとかしたら、でもこのお小遣いもらうっていうのは非常に教育的にめっちゃ良くないっていうのはね、途中から分かったんで、僕は自分の子供たちには、それは、そのやり方はしてないんですけど、でもなんか頼まれて、うちの母親とかばあちゃんとかすごい、うちの、ね、お父さんとかもすごく喜んでくれて、その喜んでくれたということが喜びに感じるような、なんか分かんないですけどね。子供の頃にそういう教育を受けてきたのかなって。お金くれなかったんですよ、あんまり。あんまりお金くれなかった。でも、なんか喜んでくれるなら、じゃあまたやろうかなみたいな。もうだから今でも実家に行くと、もう、あんたが来るの待ってたのよ。ちょっとこれさ、ここに棚がね、みたいなね。なんかこのネジが外れなくてね、とかね。これが壊れちゃってさ、とかって、なんか実家に来てよく頼まれるんですけど。まあいいよ、やるよ、やるよ、つってもうさ、なんか僕も喜んでやるんですけどね。でもそういうのをずっと、なんか無意識に子供の頃からそういう育ちをしてたから、なんか相手目線とか、そのお客さん目線とかね、お客さんが喜ぶことが僕も好きなんですけど、まあ、時々ちょっとおせっかいの部分もありますけど、でもまあ、そのおせっかいがちょうどいいというお客さんに当たった時には、すごい、やっぱり、丁寧に対応できるというかね、ちょっとくしゃみが出そうなんだけども、鼻がね、鼻がムズムズしててね、ちょっとこう必ず鼻がムズムズとかこうなんか言うとね、花粉症とかっていう人がいるんだけどね、もう本当にあの洗脳のなんていうんですかね、もう文化になってますよね、アレルギーとか洗脳とかがね。僕花粉症を治すのが大好きなんですけど、花粉症の人がいたら治してあげるのが大好きなんですけど、洗脳を解いてあげるんですよね。でもよく本当のそういうスピリチュアルとか嫌いな、もうザ三次元みたいな人に、ね、そういうこと言うと、ね、めっちゃ怒られる、まあでも話それましたけど、まあ何をやってたかっていうと、今の自分がもし戻ったとしたら、まあ人を喜ばせる。これを仕事にするのが、まあ僕の生きがいでもあるんで。確かにね、お金のこととか、人気者になるとかね、そういうところで言うと、やっぱりみんなが見るとか、みんなに興味を持ってもらうとか、そういうみんながみたいなのにとらわれがちだし、なんかやっぱこのネタの方が回るんじゃないかみたいな方に行きがちなんですけど、お金で言うとね、もうそれはもうそういうなんか人を笑わす天才的な人がやってればいいと思うんで、僕はそういう道ではうまくいかないタイプではあるんで、だから結局僕の動画ってそうなんですけど、まあ、えらい真面目に一生懸命修理のことをやるっていうのは相手目線なんですよね。見た人が本当にこの動画を見たらできるのかなって、できるようになるのかなっていうところを意識して、だから今でも再生されている動画っていうのは結局人の役に立つ動画が今でも再生されてて、それを見た人が喜んでコメントをくれてたりするんですよ。だからこれは回るんじゃないかっていうのに、多分僕はあんまり意識してなかったのが良かったんですよね、結果としてね。で、今 YouTube がすごく厳しくなって、再生を伸ばすためには
再生というかチャンネル登録でも何でもそうですけど、とにかく YouTube 側が今本当に役立つのかみたいなところとか、本当にその人の求めるものを配信できてるかみたいなのがすごく重要になってきちゃって、で僕これ今実験やってるんですけど、サムネを頑張らないっていう実験やってるんですね。サムネを頑張らないとどうなるのかって言ったら、再生数が一気に減るんですよ。再生数が一気に減るんですよ。で、でもその紹介してくれるその自分の動画を YouTube 側が紹介してくれるんですよ。広げてくれるんですよ。でもその広めてもらうために YouTube があなたにおすすめってよくあるでしょ。あれあれ。あれを出してもらうようになるためには、もう 99% 質なんですよ。質。残りの 1% ぐらいはまあなんかしらのその人の魅力なのかもしれない。でもわかんない、魅力が99の人もいるかもしれないけど、まあ、YouTube がおすすめに出してくれるのはやっぱりその質がすごい大事なんだってことを、だいぶ実験で分かりました。もうほぼこれはもう間違いないなっていうところまでは来てるんですけど、もしねそういうのを知りたい人がいたら直接連絡くれれば、どうやったらいいよっていうのは僕は全部無料で教えてあげますよ。 YouTube のことは僕が実験したこの、10年ぐらいの、もう今ね時代の進化がすごすぎてね、またちょっと新しいやり方に変えてるんですけど、まあちょっと仕事の話とはねそれちゃうんですけど、車やってなかったらそう人を喜ばすアルバイト、フリーターになってますよね多分ね。そのフリーターをやってたら多分何かに当たったかなとは思うんですけど、スキーのインストラクターはね本当に楽しかったんですけど、働いてる人たちが僕が求めてる働き方の人には1人か2人ぐらい、2人ぐらい3人ぐらいいたかな。もうね何百人まではいかないけど100人ぐらいインストラクターがいたんですよ。知り合いがいるんですけど、まあね本当にお金のためだけに働いてる人がほとんどだったんで、お客さんのためにみたいな人はもう本当に数パーセントですよね。僕は今その関わった人がまたこいつに会いたいなって思ってくれるように、この人に会いたいなと、この人と喋りたいなとか、この人から買いたいなって思ってくれるような人間力を今勉強中ですね。とにかくもう人間力だから、この自分の人間力を発揮するためには、一つ自分に興味を持ってもらうっていうことがすごく大事で、今それを毎日お客さんで練習させてもらってます。練習させてもらってますね。そうだから、売るという仕事はバイクを売ることかもしれないけど、バイクを売るのではなく興味を持ってもらう、で自分という人間から買ってもらうんだって。これはでもね、どうやらバイク屋の先輩方から教えてもらったんですよ。 80% ぐらいがどうも人間力らしいんですよね。だからそれはじゃあそうなんであればどうすればいいのかっていうのを一生懸命勉強してますけど、当時の若い自分に今の自分の知識と経験がそのまんま持っていけたらね、きっと違ってたろうなと思いますよ。ああ、まあでも来世はもうちょっとマシな若者でいたいなとは思いますね。僕の子供たちは多分すごいね、途中からですけど、途中から僕の教えがだいぶ
いい方にいい方に行ってんじゃないかなと思うね。学校教育とかテレビの洗脳を受けてないんでね。うん。まあ、ということで、もしも車屋じゃなかったら何をしてたっていう話で、一旦ここで終わりにしようと思うんですけども、次週もまた皆さんの何かの役に立てるよう動画というかライブをやろうと思いますのでよろしくお願いします。一旦じゃあここで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。